フランコ・ハリスは、ニュージャージー州、ォートディクス出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、ランニングバック。NFL のピッツバーグ・スティーラーズで1972年から1983年までの12シーズン、1984年に、シアトル・シー・ホークスでプレーした後、現役を引退した。スティーラーズでは、スーパーボールに4回優勝しチームの黄金期を、支えた。 また、第9回スーパーボールの MVP に選ばれている。1990年にプロフットボール伝道入りを果たした。1950年にペンシルベニア州ホートリックスで生まれた。彼の父親はアフリカ系アメリカ人で第二次世界大戦に従軍した。母親はイタリア系であった。彼は州内の高校を経てペンシルベニア州立大学に進学した。 そして、そこで主にライデル・ミッチェルのブロッカーとして起用された。1972年の NFL ドラフト一巡目、全体13位で、ピッツバーグ・スティーラーズに指名されて入団した。この指名には、当時疑問が投げかけられ多くの者は、ライデル・ミッチェルを指名するべきだったと考えていた。1972年シーズン彼は188回のボールキャリーで1回あたり5.6ヤード。 1055ヤードを獲得、ランで 10td、パスレシーブでも 3td を上げて、リーグのオフェンシブルーキーオブザイヤーに選ばれるとともに、スポーティングニュース、UPI 通信からも表彰された。彼はピッツバーグに多く居住する、イタリア系アメリカ人の人気を集めるようになった。プロボールにも1972年から1980年まで選出された。 また8シーズン1000ヤード、ラッシャーとなり、ジム・ブラウンの記録を破った。彼とチームメイトのロッキー・ブライアーのランは、相手ディフェンスを苦しめ、第9回スーパーボール、第10回スーパーボール、第13回スーパーボール、第14回スーパーボールで優勝を味わった。このうち、第9回スーパーボールでは34回の、ボールキャリーで、スーパーボール記録となる158ヤードを走り、 MVP に選ばれている。彼はアフリカ系アメリカ人、イタリア系アメリカ人として初のスーパーボール MVP に選ばれた選手となった。4回のスーパーボールでの通算記録は101回のキャリーで354ヤードを獲得、ラッシングタッチダウン4回はスーパーボール史上2位の記録である。ジム・ブラウンなどは彼のランプレイはより多くのヤードを稼ぐことなく、 相手ディフェンスとの接触を避けて、すぐにアウトオブバウンズに出てしまうと批判したが彼は、不要な接触プレーを避けることで、長年プレーすることができたと考えている。13シーズンでに、949回のボールキャリーで、平均4.1ヤード、通算12,120ヤード、TD ラン91回、レシーブ307回、通算2,287ヤード、 td レシーブ9回の記録を残し現役を引退した。スティーラーズは公式には彼の背番号32番を永久欠番としていないが彼の後に32番をつけた選手はいない。1983年にウォルター・ペイトンと共に NFL の通算ラッシング記録であったジム・ブラウンの記録に迫った。この時彼はオーナーであるルーニーファミリーに 年俸アップを訴えたが彼の成績は加工気味だったためこの訴えは拒絶された。彼はホールドアウトをして1984年のトレーニングキャンプの際にチームからカットされた。1984年シーズン中にシアトルシーホークスと契約して8試合に出場したが170ヤードしか獲得できずジム・ブラウンの記録には192ヤード。 及ばずルーニーファミリーの判断が正しかったことが証明された。引退後彼とルーニーファミリーは和解している。NFL 史上有名なイマーキュレートレセプションで彼は重要な役割を担っている。1972年のプレイオフでスティーラーズはオークランドレーダースと対戦したが残り22秒でテリー・ブラッドショーがジョン・フッカに投げたパスは ジャック・テータムのハードヒットによって跳ね返され、これをハリスがキャッチし、タッチダウンに結びつけ試合は、スティーラーズの逆転勝利となった。当時は、複数のオフェンスレシーバーが、ボールに触ることはできなかったため、レイダースはフッカが、ボールに触ったと抗議した。これに対してスティーラーズはテータムが、ボールに触ったと主張した。後に、レイダースのラインバッカーであるフィル・ビラピアーノが語った。 ところによると、ハリスの本来の役目はパスブロックであったのに、これに失敗したため跳ね返ったボールをキャッチできたという。2006年にペンシルベニア州にあるハインツヒストリーセンターにこのプレーの際の彼の等身大フィギュアが展示されている。1999年に彼はスポーティングニュースが選ぶ偉大なアメリカンフットボール選手の第83位にランクインした。 現役引退後彼はパン会社やソーセージ会社などを買い取って事業を始めた。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では8月にデンバーで行われた民主党党大会にペンシルベニア州代表として出席した。そして12月の大議員選挙ではバラク・オバマに投票している。ありがとうございます。